皆さんこんにちは、ウェダイニキ支配人の長岡です。本日はこちら7月10日土曜日から上映の君が死んだ後でを紹介します。1967年、過激化する、学生運動の中で18歳の一人の若者が亡くなりました。それから約半世紀、今作は当時の運動の中心だった者たち、総勢14名の歴史と記憶をたどったドキュメンタリー作品です。上映初日の7月10日土曜日には監督の大島春彦さんをお呼びし、上映後舞台挨拶も行います。詳しくは当館ホームページをご覧ください。1960年代から1970年代にかけて異常に熱を帯びたあの時代は何だったのか、3時間20分にわたる長大な歴史の一端をぜひ劇場のスクリーンでご覧ください。皆様のご来場お待ちしております。